およそ11万9000人が沿道に集まった昨日の祝賀パレード。イットは両陛下のすぐそばで護衛に当たったサイドカーの皇宮警察官から話を聞きました。にこやかな表情で皇居に入られた天皇陛下。即位を祝うパレード祝賀御列の儀から一夜明けてのご様子です。皇后雅子さまのティアラも日の光に一段と輝いています。およそ11万9000人が沿道を埋め尽くした祝賀御列の儀。陛下は演技服に最高位の勲章を着用され、皇后さまはロングドレスにティアラを身につけられ、人々の前へ。皇居からお住まいの赤坂御所までおよそ 4.6 キロのルートをゆっくりと進みました。こちらのオープンカーの前後3台ずつのサイドカーが護衛に当たっています。一糸乱れぬ隊列で両陛下の車を警護するのは皇宮警察のサイドカー6台。漆黒のボディをはじめ、護衛官が着用するヘルメットや礼服は金の飾りが映える特別仕様です。皇后雅子さま側の斜め後ろの護衛を任されたのは皇宮警察護衛一課の松崎誠二さんです。わしがよく聞こえた中ですと、やっぱ雅子さまというのが聞こえてましたね。当然天皇陛下というのも聞こえました。護衛のサイドカーから見た歴史的パレード、その目に映った歓喜と熱狂の光景とは。およそ11万9000人が詰めかけた祝賀御列の儀で、両陛下の護衛に当たった6台のサイドカー、そのうち皇后雅子さま側の斜め後ろの護衛を任されたのが皇宮警察護衛一課の松崎誠二さんです。歓声もですね、ずっと聞こえているような感じのようにも聞こえまして、もう自分のちょっとバイク音ですか、そういうのがあまりこう聞こえないな、雅子さまというのが聞こえてましたね。護衛中は頭を動かさず、目の動きだけで周囲に注意を払い続けました。日頃からその警備をして、その皇居周辺なり皇居を守ってくれている人がいる中で、やはりその安全な環境の中で走れた、自分だけではなくて全員で完遂できたんだなと私は思っております。日本中が注目した祝賀御列の儀。私たちは50台以上のカメラでその表と裏を追いました。皇室の、ね、大ファン、雅子さんの大ファンです。九州で当時皇太子様だった陛下の姿を目にして以来の皇室ファンだという竹本さんと上田さん。福岡県から上京した今回、皇居前広場の最前列という絶好の場所をゲットしました。カバンの中にはマスクね、栄養剤ね、私あれがない、おかきね。こちらは雅子さまを追いかけて26年という白滝文子さん78歳。午前4時にホテルを出発し陣取ったのが青山通り沿いの赤坂警察署前でした。ここは中央分離帯の生垣が途切れる場所のため見通しが良い、まさにベストポジションなんです。一生一代の仕事それが目の見上げもうこれ以上私はパレードは見れません。 そして午後3時いよいよその時が。雅子様、雅子様。肉眼で見ることができたのはわずか10秒足らずでしたが、一瞬、心の中では一瞬じゃないです。もうずっと残ってる、大きなお土産を持って九州に帰れます。この後、特に印象的だったのが皇后雅子さまが涙を拭い陛下と言葉を交わされた場面。
そこは赤坂見附交差点の上を進む陸橋のため、沿道からは見えない場所でした。しかし窓越しに見ることができる特別なスポットが。おめでとうございます。綺麗な綺麗、よかったね。よかった最高。車列が進む陸橋を上から望むビル4階の歯科クリニックです。もう感動しちゃって、もう何も言えないです。もうね、メイドの土産になりました。沿道のこの辺り、皇后雅子さまを追いかけて26年、これが最後という覚悟で沿道に繰り出した白滝文子さんもいますが、今両陛下の車列、特に皇后雅子さまに必死にカメラを向けていると見られます。26年間撮りためた雅子さまの写真は数知れず、雅子さまを追いかけスキー場や山にも足を運び、ベストショットを写真に収めてきました。待つこと11時間、白滝さんにもその時が。狙い通り池垣の隙間から雅子さまの姿がはっきりと見えます。しかし白滝さんの表情は今一つ。これが撮影した写真ですが、バッチリと撮れているようで、雅子さまの顔にわずかに影が。いつもと様に撮ったんだけど、やっぱり違う。雅子さま元気な顔で良かったです。